はい、今日は、ジュネーブのレマン湖畔に来てます。このレマン湖はフランスとスイスにまたがる湖ですね。まあ、今日は8月の半ばの土曜日午後4時頃ということで、まあ、人がたくさんいます。で、奥に見えるのがジュネーブの大噴水ですね。まあ、非常に、ジュネーブの象徴ともなっているところです。で、今日はもう非常に天気もいい日になってますんで、ボートですねに乗って遊んでいる方も多いのではないかなというふうに思います。じゃあそれではちょっと街歩きながら、雰囲気を楽しんでもらえばと思います。はい、歩いてたらメリーゴーランドを発見しました。これ子供が乗ってますね。値段どんなもんかちょっと見てみます。1人3フランですね。だいたい360円ぐらいで、何枚か買えば、1枚あたりの値段が安くなっていくっていう感じですね。湖沿いにあるメリーゴーランド、値段は思ったより高くないかなという感じですね。こんな感じで湖沿いではくつろぐ人、まあ、カフェみたいなところで、まあ、ビール飲んだりコーヒー飲んだりしてる人多いですね。で、今日は湖沿いにもこうやって動物たちが集まってきてます。すごく天気のいい日です。じゃあもうちょっと歩いていきます。これ見てもらうと分かると思うんですけど、レマン湖すごく水の色が綺麗なんですよね。ジュネーブはスイスでも2番目の大都会ですけども、すごく水の色が綺麗です。で、ここが大噴水の近くまで行ける道ですね。まあ、市民にとっても憩いの場になっている、そんな感じです。で、これレマン湖ですけれども、奥の方にまあローザンヌ、IOC の本部があるローザンヌの方につながっています。本当に水きれいです。まあ、スイスは結構環境を大事にしてるんで、まあ、そのおかげなのかなという感じもします。それでは噴水の方には近づかずに、
ここから水を歩いて、あの観覧車が見える方まで行きたいと思います。じゃあまた歩いていきます。まあ、こんな感じで湖沿いの建物には、まあ企業の看板ですね。まあ、スイスらしく、まあ、時計の会社ですとか、銀行の看板、そういったものがやっぱり多くなってます。ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、奥に見えるのは、大聖堂ですね。これはあの旧市街の、まあ、てっぺんですね。まあ、旧市街はちょっと丘になってるんですけども、まあ、その丘のてっぺんに立ってるのが、大聖堂です。まあ、ジュネーブの一つのシンボルにもなっているかと思います。でしばらくちょっと同じような風景が続きます。レマン湖には、向こう岸に渡るためのボートが、路線が4つほどあります。でそのうちのまあ1つが今見えている、まあ、港船乗り場ですねになってます。でここからは向こう岸の方まで行けるようになってます。まあ、今日は本当に天気がいいですし、まあ、噴水もまあ、風が少ないので噴水もしっかり上がってますので、人はまあ比較的多い日かなと思います。で右手に見えるのは比較的これ大きな船なんですけれども、これはあのレマン湖を周遊する船になってます。でこれの船は、まあ、レマン湖のいろんなところに行くんですけれども、まあ、主な目的地はローザンヌだと思います。であちらに見える黄色い、小さい、まあ、低いですね、ボート、あれが、このジュネーブ内で向こう岸に渡るために使われているボートになります。まあ、看板もやっぱり時計のメーカーが多いですよね。時計好きには、ジュネーブはたまらないんじゃないかなと思います。
本当にどこでも水は透き通っていてすごいなと思います。今ここ入ってきたのは、ここは日本語で言うと、まあ、英国庭園っていうんですかね、英語でもまあイングリッシュガーデンで、フランス語ではその意味に該当するフランス語があるんですけれども、まあ、イギリスの庭みたいなそんな感じになってます。まあ、本当に市民の憩いの場になってますね。今日は本当にレマン湖も天気が良くて綺麗なので、お散歩日和ということですね。じゃあちょっとしばらく歩いてみたいと思います。あちらほら観光客かなって思える人たちも増えてきています。ただしアジア人は、まあ、ほとんどやっぱりいないですね。まあ、スイスは実は、日本からの渡航は今もうすでに OK になってます。ワクチン証明を持ってくるか陰性証明を持っていれば、隔離なしで、スイスに入ることができますけれども、まあ、それでも、日本からの観光客っていうのを見かけることはもう、まあ、ほとんどないですし、まあ、来ていないかと思います。まだ日本、スイスからまあ日本に行くとき、まあ、これは別にスイスに限らず、まあ、外国から日本に帰るときは日本で2週間の隔離が、まあ、義務付けられていますので、まあ、その関係で日本に住んでいる方も、まあ、そう簡単になかなか今は海外に行ける状況ではないのかなというふうには思います。まあ、でも YouTuber の方とかで、今、まあ、コロナ禍でもこうやって旅ができるんだよということを紹介している人たちもいますので、まあ、で来れないことはないと思うんですけれども、まあ、やはりある程度自由な身分でないとできないのかなというふうにも思います。こんな感じで、まあ、土曜日はいつもここ人が多いんですけれども、まあ、今日はお天気なんで、さらにいつもよりも人が多めかなというふうに思います。まあ、ご覧の通り、マスクしてる人は、まあ、あんまりいないですね。スイスは今ワクチンの接種率が非常に高いということで、もう各種の規制がほとんど撤廃されている感じです。お隣のフランスは今衛生パスの適用が始まって、例えばレストランや美術館まあ飛行機乗る電車乗るにしても、ワクチン証明やその陰性証明がないと乗れないという形で政策が行われているんですけれども、スイスはまあそういった政策は今のところないという感じですね。これまあ今船乗り場からにつきましたけれども、まあ、噴水ですね。そしてまあ水を散歩する人たち、あ、本当ですね、虹出てますね。あ、これはすごく綺麗です。そして、目の前に見えてる橋ですね、ちょっと逆光で見にくいかもしれないんですけども、あれはまあモンブラン橋って言って、今日はちょっともしかしたらモンブラン見えてないかもしれないんですけれども、まあ、モンブランがまあ見える橋ということで、モンブラン橋っていうのがついてます。でモンブランはまあフランスの山ですんで、まあ、ちょっとスイスの山ではないんですけれども、まあ、ジュネーブからも、まあ、簡単に肉眼で、見えます。で夏でも、雪をかぶってますんで、真っ白ですねのモンブランを見ることができます。こういう形でまあ臨時の観覧車も今ありますね。これは確か東欧の方から、来てる観覧車だということを、スイス人の方が言ってましたね。
してモンブラン橋なんですけれども、まあ、ここはあの結構旗を、がまあ有名な場所で、常に、まあ、基本的にはあのスイスとジュネーブ州の旗ですねを掲げていることが多いんですけれども、状況に応じて、かける旗が変わっています。で今かかっている橋はおそらくなんですけれども、今月、まあ、8月1日がスイスの建国記念日だったということに関連しているんだと思うんですけれども、今はスイスの、州の旗が掲げられています。でここもあの建物の上にですね、企業の看板がありますけれども、やっぱり時計の会社ですとか、まあ、銀行ですね、まあ、プライベートバンクやUBS やクレディスイスのような、まあ、銀行の看板が非常に多くなっています。余談になりますけれども、6月に、バイデン大統領とプーチン大統領の、まあ、アメリカとロシア、米ロ首脳会談がジュネーブであったんですけれども、その時は、この橋はアメリカの国旗とロシアの国旗が掲げられていました。であと今この船は、まあ、先ほどレマン湖はフランスとロシア、フランスとスイスにまたがっているという話をさせていただきましたけれども、先頭にフランスの旗が立っています。これはあのレマン湖沿いにはフランス側の町もたくさんありますので、まあ、半分はフランス側ということで、フランスの町にも行くんで、こちら右側にはフランスの国旗、左側には、スイスの国旗が掲げられています。じゃあもう少し歩いていきたいと思います。正面に見えるのがあのパティック・フィリッペの建物ですね。そしてその左側に見えるのが、まあ、ロレックスになってます。ジュネーブは本当に、時計の盛んな街ですので、まあ、時計か、まあ、金融かというそんな感じですね。でこれが主に夏の間設置されている観覧車になります。スイスは牛が有名なんで牛のモニュメントが至る所にあります。もう少し行くと花時計がありますんで、そちらをお見せしたいと思います。この観覧車はずっと回っているわけではなくて、止めて動かして止めて動かしてっていうものを繰り返します。今はちょうど人が降りて人が乗るっていうタイミングですね。なので止まってます。まあ、止まってくれるんで自分が上にいる間はまあ結構写真を撮れたり景色をゆっくり眺めることができるので、まあこういうやり方もそれはそれでありなのかなと思います。公園は本当にくつろいでる人が多いですね。先ほどお見せした大聖堂も、奥の方にありますね。で、これが花時計です。ちょっとここから見ると時計が何時何分か分かりにくいんですけど、こんな感じの花時計がありますね。お花も常に年がら年中綺麗にされているんで、すごく見栄えがいいです。じゃあこの後この信号を渡って、ちょっと繁華街の方でも入っていきたいと思います。はい、先ほどの信号をまっすぐ渡ってきました。でここからは、まあ、ジュネーブの、旧市街ですね。まあ、雰囲気は結構いいです。
普段日曜日になると、まあ、これはジュネーブに限らずスイス全土がそうなんですけれども、お店がほとんどやってません、日曜日は。なので、まあ、土曜日に買い物をしないといけないということで、まあ、繁華街は結構、土曜日人が多くなります。で、今日はまあ夏休み中ということもあって、やっぱ人が多いですね。で、ここ最近、まあ、コロナになってからずっと人が少なかったんですけど、ここ最近まあようやく観光客も戻ってきてるのかなという感じで、結構あのブティックに並ぶ、まあ、中東系の方って言えばいいんですかね、が、増えてきてると思います。こういう感じで、まあ、シャネルもエルメスも、まあ、なんか常に誰か人が並んでるなという、そんな感じになってます。この辺はブティックが、高級ブランドのブティックが立ち並ぶエリアになってます。車も結構高級車が多いですね。ヴィトンが大行列のようです。これはディオールですね。ディオールは並んでないですね。でもルイ・ヴィトンは結構人が並んでます。まあ、こんな感じで、この通りはローヌ通りって言いますけれども、こんな感じでブティックが並んでます。で、ここはジュネーブでも有名な、まあ、広場ですね。で、ここもですね、ロックダウンしてる時なんかは人がほとんどいなかったんですけれども、もう今はもう完全に日常に戻ってるのかなという感じですね。スイスはレストランに入るのにも陰性証明やワクチン接種証明が、まあ、今のところまだ必要ではないですね。まあ、それが関係しているかどうかはわからないですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、レストランというかカフェも、まあ、基本的にはもうほとんど席が埋まってしまっているという感じですね。で、正面に、見える通りです。あ、柴犬いました。結構いるんですよね、スイス柴犬が。はい、この正面に見える建物、あ、今ちょうどトラムが来ましたけれども、ここはまあトラムが走っている、まあ、ジュネーブ1の目抜き通り、と言っていいと思います。まあ、あの高級ブティックが並んでるっていうよりかは、まあ、H&M とか、マザラとか、あとはそうですね、まあ、ショコラティとか、まあ、そういったものが、並んでますね。じゃあ今日のところはジュネーブ街歩きこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。ちょっと番外編で白いワンちゃん来たんで写しておきます。Thank you.